皆さんこんにちは。本日はやってはいけない NG な腕振り、こういったテーマでお話をしていきます。ご自身のフォームで気になる場所はと聞くと、結構な確率で腕振りという答えが返ってきます。着地や腕振りというのはランナーにとって永遠の課題かもしれませんね。今回はそんな腕振りでもそれはやったらあかんという腕振りを紹介していきたいと思います。腕や上半身の使い方で実は走りっていうのはかなり変わってきます。後半は正しい腕振りや、こうやったら腕振りが上達するというテクニックも紹介していきます。ぜひ一緒に学んでいきましょう。まず腕振りにはいろいろな効果や目的がありますので、そのうちの重要な2つを紹介していきます。まず1つ目はバランス。例えば手を振らずに気をつけて歩いたりとか、手を後ろで組んで走ったりするとバランスが取りづらくなって、自然と歩くスピードや走るスピードはゆっくりになるんです。歩いたり走ったりしている時というのは、骨盤というのは実はこのように前後にも動いてるんですね。そしてこの骨盤のど真ん中には脊柱、つまり背骨がぐさっとぶっ刺さっており、この背骨を通して骨盤は上半身にもつながっています。つまりどういうことか、この骨盤の前後というのは背骨を通して上半身の連動動作、これにもつながっているんですね。なので腕を振ることによって骨盤の動きを促進させることもできますし、腕を振ることによって骨盤のバランスをとっているという役割も実はあるんですね。例えば後ろから急にドンって押されたら、わーってこうやって手をぐるぐる回したりするんですが、あれもバランスを取ろうとする一つの行動なんです。そしてもう一つはスピードが上がる。先ほども言いましたが、上半身と下半身というのはこの背骨を通してつながっています。なので下半身を大きく動かすと、その分上半身も自然と大きく動くようになっているんですね。逆に言えば腕振りをちゃんと大きく自然に行うことができれば、自然と下半身も大きく動かしやすくなるということにもつながります。長距離でもラストスパートに乗って思いっきり腕みんな振りますよね。あれってエネルギーは確かにめちゃくちゃ消費するんですけれども、あれだけ上半身をしっかり振ると下半身疲れていても最後に絞り出すことができるんですね。なので最後の力を振り絞って足を使おうとするのが、あのラストスパートの大きな腕振りなんです。なので自然と腕を効率よく大きく振ることによって自然とスピードアップにもつながる。そしてバランスも良くなっている。結構腕振りって重要じゃないですか。ではその重要な腕振りでやってはいけない NG な腕振りは何なのか。まず一つは肩がすくんでいる腕振り、もう一つは肩から下しか動いていない腕振り。まずは肩がすくんでいる腕振りとはこういった感じです。肩がすくむと肩甲骨の動きは制限されます。肩甲骨が自然に動くことによって腕振りは成り立っているので、肩が上がると腕振り自体が小さく、また力んでいるのでエネルギーの消費も大きいです。そしてもう一つ重要なのが、この肩がすくむことによって僧帽筋という首の筋肉が緊張します。この僧帽筋、普段はあまり関係ないんですけども、激しい運動中につき呼吸に大きく関わります。つまり僧帽筋が緊張すると呼吸がしにくくなるんですね。なので肩がすくんで首回りの筋肉、つまり僧帽筋が緊張してしまうと呼吸、ランニング中の呼吸がすごくやりにくくなるんです。よくトップランナーの人が途中で肩をダラーンとさせるっていうのは、この僧帽筋をリラックスさせるっていうのも目的の一つなんです。もう一つは肩から下しか動かない腕振り、こちらをご覧ください。肩から下しか動かない、つまり短距離選手のような腕振りですね。長距離と短距離は体の使い方が違うので腕振りも異なるんです。短距離は腕を上から下に大きく振り下ろすことによって、より地面に強い力を加えます。その強い力が返ってくる反発で前に大きく進む推進力をもらってるんです。思いっきり振り下ろすから長くは持たないけれども、1回の推進力はすごく大きい。つまり長距離にはちょっと不向きなんですね。それに対して長距離の腕振りというのは上下ではなくて前後です。体全体、上半身を大きく前後させることによって下半身も大きく前後に動いてくれます。さっきも言いましたね、背骨を介して骨盤と上半身はつながっていますから。つまり腕だけで前後をするのではなくて、上半身全体で大きな前後を作ることによって下半身の大きな動きにつながってくるということです。イメージしやすいのが、あのでんでん太鼓ってありますよね。でんでん太鼓って真ん中の中心をくるくるくるって回すと、別に糸に力加えてのに自然と糸が前後に動いてトン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 って音鳴りますよね。あれは腕振りでいうと体の中心が僕らの体の中心、背骨部分に当たります。そして糸から先というのは僕たちの肩から下の部分になります。
トップランナーの人が上半身がすごくリラックスしているように見えるっていうのは、腕を振ってるのではなくて、体の中心から腕を振って肩から下がリラックスできているからなんですね。まとめると、腕振りというのは首から上をすくめずに体の中心から大きくリラックスしながら腕を振る、これがポイントになります。後半、ここからは動きを加えながら腕振り上達のテクニック、これを解説していきます。ここからが重要。はい、それでは始めていきましょう。まずはね、この肩の力を抜いたリラックスをした腕振りなんですけども、まあ、シンプルにね、この辺りの力を抜けばいいだけなんですけども、この力を抜く、リラックスをするっていうのは、体結構難しいんですよ。っていうのも、じゃあ何もしていないこの腕の状態から、力を入れてってなったら、握り拳をギュッと作ったらいいだけですね。そう、力を入れるっていうのは、僕たち意識をしやすいんですね。でも、何もしていない状態から、じゃあリラックスして力抜いてって言われても、いや、もう抜けてるじゃんっていう、結構だからね、力を意識的に抜く、無意識に抜くっていうのはできると思うんですね。寝たりすると無意識に力で抜けるじゃないですか。でもね、この無意識じゃなくて意識的に力を抜くっていうのは、僕たち実はあんまりしないんですね。だから深呼吸をしてリラックスをするのが結構ね、力が抜けていいですよってなったりするんですね。なので、この肩周りをリラックスさせるワークっていうのは、首に一回ぐーっと近づけて力が入った状態にして力を抜くと、こうやってね、力が抜けているとトントントンって肩がバウンドするようになるんですね。これうまく力が抜けない人意外といて、うまく力が抜けない人っていうのは、上げて、はい力抜いてって言っても、自分の力でストンと落としちゃうんですね。はい、これ力抜いてますってなんですけども、実はこれ力が抜けていなくて、抜けている人っていうのは、上げて、はい下ろしていったら、この肩が軽くバウンドするようになるんですね。これと一緒で、これの応用で、じゃあ手の力を全体的に抜いていきましょうっていう時に、手を上に上げて、はい力抜いて落としましょうっていう時に、ダラーンダラーンとなるようだったら力抜けてます。ただし、これも結構いいのが、手を上げて、はいじゃあ力抜いて下ろしましょうって時に、で、本当にね、力抜けない人って、マジでこれ、気をつけになったりするんですね。で、本人も自覚できないもんだから、いや、力抜けてますって言うんですね。なので、本当に力が抜けてたら、ダランダランとなります。その証拠に、骨骨くんってこれ力が入りようないじゃないですか。ね、骨骨くんね、筋肉がないから力絶対入らないですけども、だから骨骨くんは手を上に上げて、はい、僕が今支えてるんですけども、僕の手を離した瞬間に力抜けます。そしたら、こうやってブラブラブラーってなりますよね。だから筋肉がなくて力が入らない状態だったら、絶対ブラーン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 ってなるんですね。ありがとう。だから手を上に上げて、ストンって止まったりとか、上に上げて、ストンストンストンなので、上げて、ストッと止まってしまう方なんかは、無意識に力が入ってしまってる証拠です。なので、意識的に力を抜くことって絶対必要なんですね。なので、今やったように、上げて、息を深呼吸吐きながら、はぁ、と、意識的に力を抜く習慣っていうのを作ってみてください。そうするとね、力の抜き方っていうのが分かってくるんですね。なので、力の抜き方が分かると、ランニング中でも、あ、ちょっと力抜いてリラックスしようっていうのがやりやすくなりますので、そうすると肩の力が自然と抜けるようなポジションに入りやすくなります。はい、そしてもう一つ、体の中心から腕を振る、肩から下では振らないというところなんですけども、これもね、さっきのでんでん太鼓の例えで言うと、この体の中心からこうやって胸から中心に振ると、勝手にほら腕って動きますよね。でも肩から下だけでこうやって振ると体の中心って動きますよね。大きな力を使う時っていうのは、やっぱり体の中心から、体の中心の大きな筋肉を使うのがポイントなんですね。なのでしっかりと体の中心、要は胸のあたりから腕だと思って振るっていうのが腕振りのポイントなんです。そう、大きく効率のいい腕振りっていうのは、この胸を中心にする腕振りなんですね。肩から下だけではなくて、腕をこの胸からだと思って、ここを中心に腕を振ろうよっていうのが、正しくて大きくて効率の良い腕振りというわけです。ここでポイントになるのが、どうすれば胸を中心に大きくて効率の良い腕振りができるか。そう、大きく動くには土台がしっかりとしていないといけません。その土台っていうのは、この体幹周り、つまり腰周りと首なんですね。この首周りとか腰周りがグラグラとかフラフラしてしまうと、実は効率よくこの胸から動いてくれないんですね。なのでポイントは、目線をまっすぐ、そしておへそもまっすぐ、目線やおへそがこうやって
ブレたりとか首が左右に振られたりしてしまうと胸がちゃんと大きく動いてくれなくなるんです。なのでめちゃくちゃ大事なの、腕振りですごく大事なのは実は動かすことじゃなくて目線やおへそをちゃんと止めておく、こうすることによって胸を中心とした大きな腕振りが可能になります。なのでそういった意識ない方っていうのはまずやってみてください。目線とおへそをまっすぐのままこの胸を中心に左右に体を振っています。そこにねリラックスしてるとこうやってダラダラダラーっと手が力が抜けますよね。この時におへそと目線は変えずに肩をこうやって左右に動かす感じ、そうするとおへそまっすぐで胸をひねるからこのウエストの腹斜筋の筋肉を使います。腕振りが上手な人とかあとは陸上のトップランナーって腹斜筋がすごく絞れていますよね。この腹斜筋がなぜ絞れているかというとちゃんとおへそがまっすぐ向いて体の中心から腕を振っているから、そうすることによって勝手に横腹の筋肉が締まっていくということなんです。さらに今強烈なまま腕振りっていうわけじゃないので肘って曲げますよね。なので肘は曲げるんだけども肩をぐっとすくめて上げない、これさっきの話と一緒ですよね。肩の力を抜いたまま肘だけを曲げる。ただね握り拳をギュッと作ってしまうと力みにつながってしまいますので、握り拳じゃなくて拳を作ってリラックスをさせます。リラックスして拳を作る、そしてこの状態からさっきと一緒目線とおへそをまっすぐにした状態で動いていく。そうすると体の中心、胸を中心とした大きくて力強くてそして効率の腕振りっていうのができるんですね。なので腕振りのポイントっていうのは動かすっていうよりかは動かさない部位ですね。目線とおへそを動かさずに腕を振ると自然と体が動くべきところ、つまりこの肋骨の周りとかこの胸周りを中心の腕振りっていうのは勝手にできます。逆にこことか目線とかおへそがずれてしまうと本来動いてほしいところが動いてくれなくなります。なのでちゃんと目とおへそこれをまっすぐに向けた状態、これを意識して腕を自然と振ってみてください。そうすると体の中心からの大きな腕振り、これができるようになります。はい、まとめるとですね、正しい腕振りというのはまずは肩の力がリラックスできること、そしてここから体の中心から腕が振れていること、この2点ですね。特にこの力んでしまうと体の中心から腕も振れなくなってしまいます。また呼吸も苦しくなりますからね。逆にこの力脱力ができていると自然とねスムーズに、そしてリラックスして走り、これができるようになるんですね。なので体の力って抜いたことないからちょっとよくわからないなとか、それは意識したことなかったなっていう方はまずは力を抜くところ、ここからね始めてみてください。これねできるようになったら本当にね走り変わりますし、びっくりするぐらい楽に走れるようになりますので、ぜひぜひまずはこの体の力を抜く、これができたら体の中心から振るために目線やおへそをしっかりと固定をしてリラックスして走ってみてください。そうするとね走りがびっくりするぐらい変わりますので、ぜひぜひやってみてください。はい、本日の質問はですね、高山さん何時に寝てますか、また何時間寝るのが理想で、まあ、どれぐらいの時間帯に寝るのがいいんですかという質問ですね。ありがとうございます。そうですね、僕寝るの遅いですよ。12時とか1時、まあ遅くて1時とかですかね、早かったら12時前とかに寝ることはできるんですけども、まあでもやっぱり12時前に寝た方がやっぱり睡眠の質はいいなとかあります。なんかどっかで見たんですけども、10時から2時の間っていうのが、あ、すいません、10時から2時の間って成長ホルモンがすごく出るんですよ。まあ、若返りホルモンって言ったりとか、あと、まあ、あの体の筋肉の合成を促しますので疲労回復にもすごくいいんですね。なので、まあ、この間に寝たらやっぱりあの疲労回復だったりとか体を作るのにいいですよというので、まあ、ランナーの皆様とかアスリートの皆様はやっぱりできるだけ早く寝た方がいいですね。10時から2時の間、10時から2時の間寝ておいた方がいいのかな。あとはですね、やっぱり4時間睡眠のアスリートと7時間睡眠のアスリートだったら圧倒的に7時間睡眠のアスリートの方がやっぱりパフォーマンスが高いというデータはあるんですね。なのでちょっと疲労が抜けないなとか、この夏ちょっと疲れ気味だぞとか、なかなかパフォーマンス上がらないなっていう方は、ちょっとこの睡眠のね質っていうところも高めてみてはいかがではないでしょうか。まあ睡眠の質を高めるためにはお風呂にしっかり入って、あの寝る1時間前にお風呂に入るとかね、お風呂から上がるかで、あとはまあさっき言った10時から2時の間しっかり寝ておくだったりとか、睡眠時間シンプルにね7時間とか取っていただければやっぱりね体は軽くなるんじゃないかなと思います。というと僕結構睡眠の質悪くてですね、結構これ悩んでるんですけども、どうでしょう皆さん、なんか睡眠の質を上げるおすすめの方法とかありますか。よければあの僕に教えてください、よろしくお願いします。結構睡眠が浅くて困ってます、よろしくお願いします。はい、動画の概要欄にですね
練習会の詳細貼り付けております。練習の質を上げたいであったりとか、一人ではなかなか追い込めないであったりとか、夏だけどもちょっとだけでも頑張りたい、そんな方はね、みんなで走ると質の高い練習や少しでも追い込むことできますので、ぜひ高山マラソン部に入部お待ちしております。ぜひね、 LINE の公式アカウントの登録もよろしくお願いします。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になったなと思ったら、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。そしてコメントすべて返信、そして質問も受け付けております。何か気になるところ、疑問があれば、ぜひぜひコメント欄に放り込んでおいてください。よろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけど、まだチャンネル登録をしていない方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただけたら本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。